ホロウィッツは、アメリカの事業家、投資家、ブロガー、及び作家。テクノロジー起業家であり、マーク・アンドリーセンとともにベンチャーキャピタル会社、アンドリーセン・ホロウィッツの共同設立者。彼は、以前、ヒューレット・パッカードが2007年に買収した、エンタープライズソフトウェア会社オプスウェアの共同設立者、社長兼最高経営責任者を務めていた。 スタートアップに関する本である、ハードシングス。答えがない難問と困難に偉大なリーダーはどう立ち向かうのかの著者。ホロウィッツは、イギリスのロンドンで、ベンジャミン・アブラハム・ホロウィッツとして生まれ、エリッサ・クラウタマーと保守的な作家で、制作提唱者であるデイビッド・ホロウィッツの息子として、カリフォルニア州バークレーで育った。ホロウィッツの祖,祖父母は、19世紀半ばから20世紀初頭に、 米国に引っ越したロシア帝国からのユダヤ人移民であった。ホロウィッツは1988年にコロンビア大学コンピュータサイエンスの学士号を1990年に UCLA コンピュータサイエンス修士号を取得している。ホロウィッツは1990年にシリコングラフィックスのエンジニアとしてキャリアを始め1995年に マーク・アンド・リーセンのネットスケープにプロダクトマネージャーとして加わった。1997年から1998年まで、ホロウィッツはネットスケープのディレクトリー及びセキュリティ製品ラインの副社長を務めた。1998年にネットスケープが AOL に買収された後、AOL の e コマース部門の副社長を務めた。1999年9月、ホロウィッツは マークリーセンラとラウドクラウドを共同設立した。ラウドクラウドは、フォード、ニケ、ガネット、ニューズコーポレーション、米国陸軍や、その他の大企業やインターネット顧客にインフラストラクチャ、およびアプリケーションホスティングサービスを提供した。ラウドクラウドは2001年3月9日に上場した。2002年6月、ホロウィッツはラウドクラウドを エンタープライズ向けソフトウェア企業オプスウェアへの転換を始めた。最初の一歩として、ラウドクラウドのコアマネージドサービス事業を現金63、500万ドルでエレクトロニックデータ、システムズに売却した。この売却により、同社はナスダックに上場しながらも収益の100%が EDS から生み出されるようになった。EDS を最初のエンタープライズソフトウェアの顧客として、 ホロウィッツは、オプスウェアを数百の法人顧客、100ドル以上の年間収益、従業員550人を有する企業に成長させた。2007年7月、ホロウィッツは、現金16億ドルでオプスウェアをヒューレットパッカードに売却した。ホロウィッツは、同社の歴史を通じて、ラウゾクラウドとオプスウェアの社長兼最高経営責任者であった。その間、株価は、 IPO 時の6ドルから最低0.35ドルまで下落し、h p への売却時には14.25ドルで取引された。オプスウェアの売却後、ホロウィッツはヒューレット・パッカードで HP ソフトウェアの副社長兼、ゼネラルマネージャーとして1年間を過ごし、3000人の従業員と年間収益28億ドルを担当した。2009年7月6日、 ホロウィッツとマーク・アンドリーセンは、アンドリーセン・ホロウィッツを立ち上げ、ハイテクノロジー分野のアーリーステージのベンチャー企業、および軌道に乗っている成長企業に投資、助言した。アンドリーセン・ホロウィッツは、初期資本金300、100万ドルで始まりと3年以内に3つの、ファンド、27億ドルの運営金を有するに至った。ホロウィッツは、妻のフェリシア・ワイリー・ホロウィッツと共に、 カリフォルニア州アサートンに住んでいる。彼らは1988年に結婚し、3人の子供がいる。ありがとうございます。